はいえっと、10月になりまして消費税が10%になりました。商品を100万円買おうと10万円という、ね、意味のわからないものがあその他に支払わなければならないということになります。かなりね、負担が大きいと思います。私もかなり負担が大きいです。買い物額が大きいんでですね、毎日毎日3万から4万ぐらいのね、アマゾンの注文が届きますよ。最新版はこれです。 何ですかこれはそう360度カメラインスタ 360X ですねこれずっと欲しかったんですよこれはねカメラが360度についてましてこう撮影するとこっちも映るしこっちも映るんですよで撮影後の写真をこうねスクロールできるというね360度できると撮影後の写真っていうか撮影後の動画をこのね指で動かせるっていうのはすごく面白くないですか カメラを撮影じゃ動かすす必要がないんですよこれはすごいなぁと思いましたよね。ちょっと高かったですけどもねえ。それからね、インスタのなんかちっちゃいやつも、こうやって指サイズのやつも買いました。あれはまだね、発売日が来てないんで届いてないですけどね。そういったものを買ったりとかしてますね、まあ。とにかくね、いろんなもの届くんですよ。あ、ちなみに昨日はですね、iPhone の11 Pro Max っていうのを最高スペックで買いました。なんか最近は iPhone も20万くらいするんですね。いや、すごいですね。まあ、筋金入れるのを買いましたけども、こういうのをね、次々買うときに考えるのが、 消費税高いいなととうことですよねやっぱり1割払ってるわけですよ。である人に言わせれば消費税を抑えてね。 法人税を上げればいいいんだって言いますけど私法人もね、えー、の4つもやってますから法人税上がるのもね莫大な費の税負担だなと思うわけですよねだから360度どこ見ても税金で暮らしてるような感じですよねまあまあまあでも私はねあの大したことしてるわけじゃないんで毎日税金ぐらい気持ちよく払わないけんな <laughs> と思うんですけどもでもやっぱりね毎日ね半日以上時間を費やして働いてる方が、うん、その お給料の中からさらに1割控除されると社会保険30%住民税10%ですから税金しか払ってないような感じですよね、まあ、こんな人生になっちゃうんですようんだからね本当にねあのお金をその都度その都度稼いでいくこれはね実はすごくねあの効率が悪いんじゃないかなと思いますだから一旦自分のサービスや商品をお金にしてそのお金がいろいろ取られたあげくまた別の商品やサービスを買うっていうよりももうなんかサービスの売買あのなんですかね あのあれですよ物々交換私はこういうことをあなたにしてあげますからあなたはこういうことを私にしてくださいっていうものでやるとあの契約書も残らないしお互いのサービスは充実するしいいんじゃないかなと思いますよねだからね消費税に対抗するとしたらあらゆる税制に対抗するとしたらもうねお金を使わなないってことなんですよリアルキャッシュレスだから自分がやってあげたことをまあ他の形でやってもらうみたいなね 私は動画の編集してあげるから、何々さんはあちょっとね、運転手やってよみたいな感じで、サービスの物ブ々ツブツ交換っていうのはどうですかね。<laughs> まあそういう風にしたら、これからの時代は乗り越えていけるんじゃないかなと思います。だから本当に意味でお金いらないよなと感じますよね。皆さんはどう思いでしょうか。消費税10%、これからも頑張っていかないといけないですね。まあ、ただ最後に言わせていただくと、 消費税が始まって、もしくは消費税のね、始まる前に、買いだめとかする人いるじゃないですか、それから消費税が始まって、節約術とかやる人いますよね。で、最近はですね、えー、日本共産党の方が、消費税をなんか、配信しましょうとかね、減税しましょうみたいなことやってますけど、それはね、消費税が上がる前にやってください、そういうのはすべて。消費税が上がるって決まったのはずいぶん前ですよ。ね、2回延期してるわけですから。 じゃ、その、延期中にこの活動をどん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 していけばいいのに、なんか消費税が上がってからやるわけですよね。何なんだろうなと思っちゃいますよね。だから、それが来る前にやんないとね。はい、以上でございます。